南三陸町で昨日秋鮭漁がスタートしましたが、水揚げはわずか22匹と低調な出だしとなりました。秋鮭の刺し網漁の解禁日の昨日、南三陸町の魚市場には志津川湾などで取れた鮭が水揚げされました。初日の水揚げは漁船12隻でわずか22匹、69キロで、震災後最も不漁だった昨シーズンの初日と同様、低調な出だしとなりました。期待はあったんだけども、実際こうスタートしてみて、網入れで1本とか2本とかの世界だから、まあ去年より厳しいなっていうのが現状なのかな。県では今シーズン宮城沖に来遊する鮭は昨シーズンを上回ると予測していますが、仲買人からは不安の声が上がっていました。鮭もそうですけど、まあ、天然の魚がとにかくもう激減している、こういう状況が続いていくと、まあ、それに関連する仲買でしたり、まあ、漁協でしたり、みんなもうなかなかダメになっていくんじゃないかなっていうことが考えられますんで。秋鮭の刺し網漁は10月下旬にピークを迎え、11月20日まで続きます。